どうもシルコですジャンちゃんですイシャジコナーですカレトですはい今回はですね、新しい島タンガロアを目指していきたいと思いますはい、はい、蜂の巣作っちゃおうじゃあ作りますか、うん、蜂の巣って蜂蜜を何量産できるってことなのかなわかんない多分そうだよ蜜蜂を世話すればちょっと、ね、蜂蜜が手に入りますと材料粘土が足りないじゃあ掘りに行くしかないねあ正面に島あるよ正面の島行くいやもう、うん、これだけ経験積んだ俺らもうあれ島じゃないっすよ何何あんなちっちゃいのあんなちっちゃいの大きくなっちまったなおめえでっけえ島でさザクザク取りましょうよああいうでっけえ島なのか分かんないけど小島で小島で喜んでた時の気持ち忘れちまったんだなおめえあとねなんかね何が作れるんだっけバックパックだバックパック作れるようになったら羊毛がなりません羊毛は、刈り込みバサミが必要なんだね刈り込みバサミって誰か持ってたっけ持ってるよあ、じゃあ刈り込みバサミね辻さんから毛をはいあれこんなだったっけ辻太郎って書いてあるあ、取れた取れたナイス着いたよ着いた着いた来ましたよ、強い、はい、あでも、もう掘りに行ってるのめちゃめちゃあれじゃん全然ないですよやっぱ大きいちっちゃい島じゃ取れないいや違うこれが結構深く潜ったらあるんだよ、うん、あへえ。あ深く潜ったら側面にあるのよこ れ, あるんだこれか金属もいるんだっけ全然どうちょっとさ次の島行く前にさはいちょっとみんなであれしようよあの僕たち家族なんではいはいあれ行っちゃったもん俺も家族に入れて家族じゃないかもしんない、うんあれ入れてかみんなでちょっとやりたいことが、うん、待って今日のご飯は野菜のスープよ野菜のスープかよ野菜のスープ美味しいじゃん野菜のスープちなみに食べたいよスープ美味しいよ母さん俺野菜嫌いこれ人参入ってるでしょいやじゃがいもしか入ってないわじゃがいもめっちゃうまいやつ人参入ってんじゃんやっぱりいやでもこれ赤色したじゃがいもよこれあなるほど赤いじゃがいもなんだねそうじゃあみんなご飯の前にやることあるでしょ、はい、せーのいただきますいただきます、はい、今の時間なんだったのわすごい。おかしいな。家族団らんだろ。あそうか。そうだね。今の時間何だったんだって。とんでもねえやつ。そうかそうか。出荷されたりしないあの人。あの人のお母さんだとさ出荷されたりしない俺ら。あなたたちさんは成績がいいから。出荷されたりするよね多分あの人ママだと。出荷されるにしても一番最後よ。とりあえず蜂の巣作ります。はい。蜂の巣作りましたヤシの近く置いていいはいはい蜂の家具地何ができるのこれあれバッテリーのあれが蜜蜂入れないといけないえ蜜蜂入れなきゃいけないのいやなんか時間でなんかあるんじゃないのそうだ逆用箱の中入ってた蜂の巣を渡すんじゃん確かなんでもないのわかんないな怪奇現象起きてるよ見て違うこれホラーゲーじゃないのこれほら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 伊勢さんほら一人でわかるからそんなヤリでつついてくんだよあの伊勢ちゃんこれぐらいじゃびっくりしない次の島見えてるよマジマジめっちゃ近いえ違うでしょあれあんなやつ寄らなくていいかじゃん添えるだけでいいかえよるでしょ添える添えるじゃあ潜りますはいふぐいますふぐ探せ粘土を探せ鉄鉱石と粘土を探せあめちゃめちゃ景色いいのここあ死にましたクリティカルヒットしました本当はい船があって島に対して左側で沈んでます沈んだ方向めちゃ息を泳ぐおなんかこれだ粘土俺じゃないんかいなんで誰も助けてくれないの今向かってるよ本当洞窟の中にいます今ほらもう助ける気ない人いるもんいや待って待って今俺向かってるよ船に対して船から違うよ船から島に対して左側だよ船から島に対して左側あいた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 誰か泳いでる泳いでるんだったら地雷ちゃっちゃうあれで沈んでるから
あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。上上上上上上どこ？上、もうちょっと上、もうちょっと。あ、これだ。見つけた。ゾゾーラみてえな沈み方してるよ。あ、いた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 、救助されてる。ゾーラありがとう。ゾーラってあれじゃんね、ゼルダの。ゼルダ？ゼルダの水のとこにいる種族だよ。やっぱり？これ違くない？これベッドじゃない？なんか鳥のさ、鳥の足が。俺の足が見える。ちょっと待って。手叩いて笑うの。ちょっと。え？いい連打しながら見てた。入れ替わっちゃった。入れ替わってる？私たち。ちょっとちゃんと運んでよ。俺じゃないよ。それさ。ベッドに行って違うこれで。顔が紛らおいおいおい本気かおいおい、カルテスさんこんなに笑ってくれたんだったら俺もよかったわ。沈んだかいあった。いや俺のミスで俺が笑ってるだけね。そういえばこの船の名前ってつけた？つけてない。つけたことない。つけよっか。ここに来てついに決まる船の名前、うん、船っぽいし、今やっとやっと、そういうことでしょう。イカダだったのが、もう、うん、居住区までできてるから。確かにね。ね、追いつかない。え、どこ、どうした、追いつかない。やだー、やだー、やだー、引き上げて、引き上げて。はい、はい、それ2人して友達じゃない、それ。あー、徐々に、徐々に、ほらほら、サメ来てるよ、サメ。後ろ来てるよ。あー、俺がティラさんを守る。なんか押される押される。あ、ありがとう、よかった。あー、死ぬかと思った。このフックは出番なかったよな。お、なんかまあ、ちょっと待って、みんな来て、先頭に来て。なんか見える、見える、どこが、どこ、え、ドーム張ってない？ドーム張ってんのよ。ドームシールド、ドームシールド。どうも張ってんの？いや、もうダメだ、エーペックス脳だな、お前ら。エーペックス脳になってるよ。帳が降りてんじゃないの、あれ、もしかして。帳が、え、めっちゃ大都市じゃん。すごいね、すごいよね。カンガルーだよ、これが。近代的です。え、なんかスノードームみたいだね。え、おしゃれなこと言うね。え、ハチノスみたいだよ。思い描くみたいだよ、押し付けやのやめよ。え、これどっから入るん？え、入国審査あるでしょ、これ。さすがに急に世界観変わりすぎて怖くなってきた。やばい。石井さんがネットにかかってる。あ、ミニ。え、もうエンジンが、あ、出れない、やばい。どうした、どうした、ちょっと待って、やばい、俺もやばい。助けに行ったな、俺も。何やってんだ。サメの頭つけといて泳ぐの遅いんか。こっちでしょ、こっち、こっち、ちょっと待って、どっち、どっち、いっちゃ、違う、流されてくる。後ろに出て、後ろに出て、そこで来た。ナイス。そう、そんな。え、すげえ、本当に。こっから入れるみたいですね。え、じゃあ行くぜ。え、ちょっと待って、木が全然ないんだけど、何が起きたの、木が全然ないの、これ。え、なんで木焼けないの、これ。どこあるよ、ここに。で、事件だよ、事件。木が全部なくなってる。俺たちの木が、え、マジでないんだけど。え、ワンスタックぐらいあったよね。うん、どこ行ったん、木。わかんない。え、待って、え、これ建てるのに使ったでしょ、だって。え、増築さ。この乗り込めってやるのに誰これ作った人。散々使って木なくなっちゃったなってやってたでしょ。あれ、竹の作っていこうぜっつって。じゃあとりあえずね、今回はここまでだな。マジで今回何もしてないけど。30分経っちゃったもんだって。よし、じゃあ集合。家族の時間やろ、家族の時間。家族の時間、ここ俺の椅子。はい、というわけでですね、無事に目的地に到着したので、次回この島の攻略をしていきたいと思います。よいしょ、はい、はいはい、はい、また次回の動画見てください。バイバーイ。バイバーイ。はい。